こんにちは、こんばんは。今回は数学3、定積分の計算です。発展編ということで、またまた絶対値の処理についてお話をしておきたいと思います。で、ちょっとしたこれね、裏技というか、もう当然のことなんですけど、簡単な方法もありますので、ね、まあぜひ、それもチャレンジしてみてもらいたいと思います。さあ、それでは、皆さんどうしてます？問題見たときに自分で解いてます？うん、ぜひ一度解いてみてほしいんだよ、ね、でそれから解説に入って答え合わせしてもらうのが理想的かな。まあただ見てるだけだとね、なんか納得して分かったつもりになっちゃうこともあるんで、まずは一度やってみてもらいたいな。さあ、それではちょっとやってみてごらんね。はい、どうかな、終わったかな。さあ、それじゃあ、解説の方していきます。で、まずポイントは、絶対値を外すとこなんですけど、やっぱりね、グラフですよ。ね、グラフ。ちょっとこの下の方に書かせてもらおうか。グラフなんですけど、このグラフ、さっと書けますかね。こんな感じかな。マイナス2で4。さっとこういう、ね、ルート x のグラフを下に2つずらす、ね、切片というかな、これ y 軸上でマイナス2のところで交わる、ね、こんな感じになって、ね、よろしいかい。さあ、こんな感じで、そういうことになると、このグラフ自体はとにかくここでマイナスの値を取る、でこっちプラスの値を取るわけだから、ね、絶対値を外すときには、はい、0から4まで。おう、ちょっと待った。いきなりこれ書くのよくないね。いきなり書くのはちょっと、芸がないな。いきなり書くんじゃなくて、符号を考えてから書かなくちゃいけないからね。だから、まずは、前半はまずマイナス、負の数だから、マイナスをつけて積分しましょう。でそして、後半はそのまま、後半はプラスだから絶対そのまま外していいです。5じゃないな、4だな、0から4と4から5ということで、こんな話です。で、前回じゃないな、ちょっと前だな、ちょっと前にこういうふうに式が同じで符号が違う時のやり方、ね、不定積分を先に求めておくと便利だよっていうふうな話をしました、ね、不定積分ルート x マイナス2の不定積分なんですけど、さあ、2分の1乗だから積分数2分の3乗、逆数3分の2、ね、2分の3乗だから x ルート x か、ね、でマイナス 2x プラス c というものを、まず不定積分を計算して、ね、でそこで fx ラージ fx イコール、なんかこのやんのめんどくさいよとか思うかもしれないけども、意外とね、これが意外と便利なんですよ、ね、よしきイコール、はい、積分範囲、はい、マイナスのこれ FX、 積分したものが FX ね、で0から4でプラスラージ FX 同じく4から5と、ということで4が2箇所ありますね。これこっちも引き算のタイプです。で、こっち側もマイナスのついてるやつが、マイナス 2F4。で、そして0を代入するやつは、こっち引き算なんだけど、マイナスだからプラスね。プラス F0。で、そして5のところも、これはもう初っ端の上だからプラスね。F5。ということで、あとはこれを、この FX の式に代入してもらえばいい。ね。マイナス2、括弧の4代入。3分の2、4ルート4で C2 が8か、ね、でマイナス 2×4 の8ですね。でそれから0代入したら0ですね。でそして5代入すると5ルート5、ね、5ルート5、5に10で、そして引く2を10こうか、ね、でこんな感じになりました。ということで、まあ、3分の16引く8とか0とかですよね。で、あとこれ整理するだけなんですよ。ちょっと待ってね。ちょっと行が。まあいいや。もうこの、あと答え書いておしまいにしようか。
ね。ということで、3分の、ね、10ルート5。まあ、3分の10ルートそのままで、あとはこの辺、あとはこの値の計算ね。この、こことここのルートがないやつの計算だけです。マイナス3分の14と。まあ、こんな感じだ。だから、やっぱりね、グラフが書けないときついよね。やっぱ絶対値の処理は。グラフができないとちょっとかなりきついかなと思います。さあ、次の問題どうでしょう。今度はね、ここに絶対値がついてんだよ。このグラフがまた書けるかどうかって話。どう？書ける？書ける？ね、これどうしようかな。ちょっと計算の中、代入のところちょっと省略させてもらってもいいかな。結局ね、ここだけなんだよ。x が、1以上で、y イコールルート x マイナス1。x が1未満。ね。1より小さいときには、絶対値外すときには、マイナスをつけるから、まあ、こんな感じですよね。ね。こうです。で、どんなグラフになるか。っていうんですけど、まあ、グラフ関係ないかな、これ。グラフなくてもいいような気もしてきた。まあ、こんな感じなんですけど、一応書いておきますね。1、この最初のグラフはこういう感じの無理関数のグラフです、ね、でこちら側はどんなグラフかというと、マイナス x のルート、こういうやつね。それが x 方向に1ずれるから、こういう感じ、ちょうどここで対称な感じになってくるんだよ。こういうグラフちゃんと皆さん書けますか ね。だから、まあ、このグラフそのものよりもここが分かってないといけない。この倍分けが分かってないと。ね。いいですか？ということで、これ、1以上だったらそのままなんじゃけども、マイナス1から1までと1から2まで。ね。積分範囲これですからね。まあ、結局この面積を出してるわけだ。あ、この面積出せばいいんだったら、なんか放物線を使って積分した方が早いかもしれないね。どう？横に向ける、横にすると放物線だよね、結局ね。まあ、そういうテクニックもあるんですけど、まあ、普通に言ってみましょうか。まずは、マイナス1から、マイナス1から1までは、こっちですね。1-x にしよう。で、そして、1から2までがこのさっきの元のこっちのグラフね、こっちのグラフね。だから、1から2まではルート、まあこれで OK と。で、あとはこれ積分するだけですよね。どうしようか、どうしようか、任せるわってことで、だから、この絶対値を外してどんな式になるかっていうところさえ分かればね、もう大したことはないです。で、答え書いておきましょう。3分の2プラス3分の4ルート2と、まあ、こんな答えが出てくるわけですよね。じゃあ任せます。皆さん頑張ってやってみてください。いいよね。このくらいだったら省略してもいいよね。はい、最初の変形が肝心です。ここね。まあ、グラフはこんな感じなんだけど、まあ、一応、もう式変形ができれば、倍分けができれば OK です、ね。さあ、もう一個最後の問題なんですけど、これどうかな？やっぱりみんな合成する？やっぱ合成する？これ。ね。以前お話ししたことがあると思うんですけど、これね、sin x プラス cos x なんですけど、普通は合成です。普通は合成なんだけど、結構またその合成がめんどくさかったりする。ね、その後がね、その合成の後の処理が面倒なかったりすると。で、そこでこんなことを考えます。これなのね、足し算をあえて引き算にする。で、これどういうことかというと、y イコール sin x のグラフと y イコールマイナス cos x のグラフを書くんです。で、積分範囲0から π ですから、まあ、とりあえず0から π で sin はこんな感じ。ね。こうです。で、マイナス cos x ってどうなるかというと、マイナスの cos だから、ここ1でマイナス1、ここから始まって、ここに来るよね。こんな感じです。で、交点見てください。交点は4分の 3π です。計算するまでもないです。ね。4分の 3π で交わります。このグラフの対称性とか規則性とかを考えてやるとね。まあ、これでできます。ということは、
サインからこれを引けば、つまりサインからマイナスコサインを引けば、ここは上から下を引くからプラスなんですよ。ね、逆にサインからマイナスコサイン引いた場合、これ下から上を引くからマイナスになります。だからこれはもう簡単に0から4分の3パイまではもうそのままです。で、そして、今度は4分の3倍から π まで。あ、π 書いてあった。ね、ちょっと上にあるのがちょっとめんどくさいね、これ。お、そうだ、例の逆バージョン使ってみようか。ピュー。消えた消えた。ね、あら、ちょっと残っちゃったな。π。ね、ということで、これをこっち側はマイナスになっちゃうから、符号を変えて、ね、マイナスをつけて、そのまま、積分すれば、いいです。4分の 3π から π まで。ね。で、こんな感じなんですよ。うん。あとは計算だけです。簡単ですよね。コサイン、あ、マイナスコサイン。合成して、カッコの中を4分、x プラス4分の π でもちろんやってもいいんですけど、もうサインとコサインのままで積分して代入した方がもしかしたら簡単かもしれません。あんまり考えなくても済むかもしれない。ね。で、ここもさっきのこのラージ FX 使っても良さそうだね。どうかな。まあ、この辺はちょっと任せますわ。引く。で、同じように。まあ、こんな感じかな。ね。だから絶対値を外すときに無理に合成しなくていいんだよ。ね。無理に合成して、そしてその合成して、まあ、どうやってやるかはまあ、皆さん任せますけど、ね。こうやって、引き算を作って、二つのグラフの上下関係、位置関係を見ながら符号を判定する。大きい方から小さい方を引けばプラスですし、小さい方から大きい方を引けば当然マイナスになるわけだから、それで絶対値の中身がプラスとマイナスの判定ができます。だから、こちら側はマイナスをつけておかなくちゃいけないと。というお話なんですけど、これがね、まぁ、ちょっともうこれも代入だけなんで、あ、皆さんね、答案書くときに、この代入した後の計算なんて書く必要ないですからね、実際のところ。積分ちゃんとやって、もうこの範囲もちゃんと確かに書いてれば、もう答え書いていいです、実際。実際のところ答え書けばいいんです、2ルート2と。これ、すごく簡単な答えになるんですよね。ね、まあ、そういうもんなんだよ。ここもちょっと代入全部書いたけど、本来こういうのは書かなくていいんだよ。ね。はい。ということで、じゃあ別解ちょっとやっておきましょう。あ、これもある意味別解かもしれないな。普通なら合成。もうどの問題集の回答を見ても必ず合成してあります。でも合成しなくてもこんな方法もあるんだっていうのが一つ。ね。で、じゃあもし合成したらどうなるか。もし合成したらどうなるかというと、これ別解ね。ルート2サイン、どうだったっけ？ x プラス4分の π か。まあ、こんな感じなんだよね。ね。さあ、絶対値。絶対値がついて。ね。で、絶対値がつくから、ちょっとグラフもこれも書いてみよう。グラフ。グラフ書いてみます。マイナス4分の π のところから始まって、4分の π、2分の π、これが π だからね。ね。で、ここからスーッと山のてっぺん、ここに来て、これが1です。あ、1じゃないわ。ルート2か。ルート2だ。ね。てっぺんがルート2。で、ここで0になって。ね。こういう感じ。シューッと来て、シューッと来て。ね。こんなグラフなんですけど、実はこれ、絶対値だから、折り返して、こんな感じだよね。ね、折り返してこういう形になる。つまり0から π までの積分はこの面積を表しているわけです、ね、この面積なんですよ。この部分の面積、この斜線の部分の面積。ということはこれここに持ってくればね、これここに持ってくればいいじゃないですか。これシュッと、ね、これそのままここに持ってきてやると面積同じですよね。ね、そっくりそのまま、ここに持ってきてやりましょう。ここに、ね、この部分をここに持ってきて
そしてさらにですよ、シャラニシャラニってなんか CM やってますけどね、シャラニシャラニ、この今山一つ分一山できました。だからこの部分をなしにして、ここの一山の面積を求めればいいということで、これさらにずらしてやればいい。ここでずらしてやればいい、ね、でこう全体をこうずらして0から π で、これは振幅がルート2のこんな式になる。そうだね、もう平行移動して普通の三角関数だから、これ0から π でルート2 sin x dx 全く同じになるでしょ、ね、ただこれ図を書いて、まあ、こっからいきなりこれもこんな変形するとちょっとね、どういうことじゃって採点者は戸惑うと思いますけど、まあ、採点者は全てを知ってますから、まあ、なるほど、なんかやったなこいつってことになるんですけど、まあ、グラフをちょっと書き加えてやってね、この部分の面積だから、これをここに持ってきて、さらに全体を平行移動して、この形にしてしまえと。ね。ということで、実はすごく簡単な答えが出てくるわけだ。ね。さあ、で、そこで皆さん知ってますかね？ね。ちょっと、おまけ。知ってますか？これ。こういうの知ってますか？0から π で、普通の三角関数 y イコール sinx、 ここ1ね、でこの面積もうね、散々計算やっていくと自然に覚えちゃうんですけど、実は面積はズバリ2なんです。この sin コサインの一山は2なんですね。で今回は振幅がルート2で、縦にルート2倍になってますから、こんなルート2倍の面積求めればいいわけですよ。だから2ルート2という結果になる。この sin 一山が2だというのは覚えておくといいです。あるいは0から2分の π まででちょうど1になるとかね。でもまあ半分で覚えるか一山で覚えるか、僕は一山で覚えてますけど、一山2とね、一山の面積が一山が2になると。そういうことを知ってる人と知らない人ではやっぱりね、もうどうせこれ積分したって大した計算じゃないんですけどね、もうこんな一山の分がちょっと縦に伸びてるわけだからね、2ルート2っていうのがすぐ分かります。いろいろ数算やっていくとね、そういういろんなグラフを使うことになるから、そのグラフの特徴なんかもまた改めて再確認できるね、認識を新たにすることができるっていう、そういうチャンスでもありますね。まあ、ぜひこういうのも使って計算早く終わらせられるようにね、頑張ってみてください、ね、頑張らなくていいかこれ楽なんだもん ね。ということで今日はこんなものにしておきましょう。絶対値の外し方いいですか、ね、これはもう本当に、ね、倍分けだけですからね。ということで終わりましょうか。はい、さよなら、バイバイ。